長野県美濃和新治高等学校は、長野県上稲郡美濃和町に所在する公立の高等学校。旧称長野県美濃和工業高等学校。2008年度より、多部生・単位制高校に転換した。略称は、三高であり、生徒開業時の文化祭は、新治祭である。長野県下に校目となる、新制高校システムで、普通科と工業科がある学校。 教育特色には、少人数授業や、科目履修相談を行えるガイダンスカウンセリング、工業教育にも力を上げるために本工業大学との連携、地域企業への職業体験をするインターンシップなどがある。未来に目標を持ち、希望と信念を持って努力する生活態度を育てます。自主、自立の上に立った共同の精神と生命を大切にする心を育てます。 健やかな体と学び考える力を育てます。美濃和の M と新治虫の S をデザイン化し、美濃和町の町花、岩山筒子の墨で色と天竜川の青色が配されている。地域に根差し飛躍する高校、希望と信念にあふれる和高度を表現してデザイン化された。高賞参照長野県美濃和新治高等学校校歌。ありがとうございます。